始めるブレイクタイム、ペトラのメイド奮闘記。私はペトラ・レイって昨日からロズワール・エル・メイザーズ辺境博の使用人として働くことになりました。いろいろ覚えることがたくさんあるけど、先輩のフレデリカ姉様は優しいし、とっても働きがいがあります。今は一つ一つ仕事を覚えながら、スバル様に頼まれたことをしっかりやっていこうと思います。一つはレムさんのお世話。スバル様は気にしてる人がいっぱいいて大変だな。そこもスバル様のいいところだけどね。もう一つはスバル様が私にだけしたお願い。ベアトリスちゃんじゃなくてベアトリス様を気にかける。でもベアトリス様って、はあ、どうした？ベアトリス様をお見かけしてすぐに気づけるかなって。余裕だ余裕、見た瞬間にあってわかる見た目だよ。そうなの？そうだよ、そもそも前に雪祭りの時一緒に遊んだだろ。そうだけど、確か赤い、そうそう、赤いドリル姿のロリ。え、赤い？赤いドリル姿のロリ。ドレス姿じゃなくてドリル姿。ドリル姿、ドリル、ドリル、ドリルってどこかで聞いたような。なあペトラ、もうスバルなんて知らない。ごめんって。この飛行強襲型大火力決戦兵器、ユッキウサギだけど俺が悪かった。ペトラが怒るのもわかるよ。スバル、やっぱりこれにはドリルが足りなかった。は、このドリルをど真ん中の主砲部分に付け替えることによって陸戦にも強く見える。あれが確かドリルだから。ドリル、ドリル、え、これなんだろう。ドリルアドマンかしら。人型強襲掘削決戦兵器、ベアトリスなのよ。何のことを書いてたんだっけ。とにかく私はスバル様にお願いされてこのお屋敷を私はスバルにお願いされてこのお屋敷を頑張って守るのです。いいよね、ミキだもん。スバルもお姉ちゃんも無事に帰ってきてね。あとついでにうるさい人も。ヒクシー、確か名前はオットット父さん。ヒクシー、